こんにちは、タカラツクタです。いつも動画をご覧いただきありがとうございます。ちょっと速報という形でお送りするんですけれども、仮想通貨取引所バイナンスでですね、なんとハッキング被害が、これ初めての、ね、ハッキング被害ですね、バイナンスにおいて、7000ビットコインが、ホットウォレットから盗難されたということで、ちょっと、朝からね、ざわついているわけなんですけれども、ちょっと速報という形でコインポストさんのね、記事をちょっとお借りしたいんですけれども、バイナンスで初めての、ね、ハッキング、7000ビットコイン盗難ということで、ね、バイナンスの名前はね、もう知らない方はいないと思います。大手仮想通貨取引所バイナンスにおいて発生なるハッキング被害が起きたことが明らかになった。安全のため当初1週間はバイナンスでの入出金の、ね、停止、入出金が停止となる、模様ですね。これを受けてですね、ビットコイン相場も、一旦ね、昨日動画でも、撮った通りですね、一旦こう高騰の流れを受けているんですけれども、そのハッキングのニュースが、出てからですかね、少しちょっと下に、下がりそうな、流れになっていますね。相変わらず株価も、アメリカ、ニューヨーク株式市場、そして日経平均株価もですね、大幅な下落を見せておりますので、ちょっとこのあたりもね、そこにちょっと、痛いニュースが入ってきたところではあるんですけど、ちょっとその概要もね、お伝えしていこうかと思います。バイナンストークもね、下落しているようですね。バイナンスで初めての、ハッキングになるんですけども、大手仮想通貨取引所バイナンスにおいて、初めてとなる、ハッキング被害が5月7日に発覚したことが、バイナンスの、発表で明らかになっています。取引所、このバイナンスのホットウォレットから、一度の取引で総額7000ビットコイン約45億円が盗難されたということですね。ここにこちらブロックチェーン .com からの出展なんですけれども、こちらにその、取引というか、その被害の、盗難の概要が、出ていますね。こちらですね、はい。バイナンスはですね、この SFU ファンド、セキュアアセットファンドフォーユーザーズの資金を利用して、顧客資金を返済するためにユーザーへの、ユーザー資産の影響はないというふうにしていますね。盗難された7000ビットコインは、取引所の保有するビットコインの 2% にとどまるということですね。バイナンスの特徴として、ホットウォレット、そしてコールドウォレット、コールドウォレットも、活用しているので、高い、セキュリティを保っていると言われているんですけれども、逆に言うと、そのホットウォレットにも入っている、この資産も、相当な額になっているので、かなりの、損害額になっているわけなんですけれども、世界一の、取引所になりますから、そういった意味ではコールドウォレットでいかに保管していても、ホットウォレットの部分の資産も莫大な、額になっていますので、45億円、仮想通貨やっていると、その億単位 の金額を、目にすることが多いので、感覚的ではコインチェックよりそんなに少ないんじゃないと思うんですけどね。普通に考えると相当の額ですからね。でしかもそれは顧客資産を、返却するということで、やはりそこも、バイナンスの、ある意味で力の強さを、が見られた瞬間ですね。ただし、このハッキングの原因究明のため約1週間ほどセキュリティレビューが行われて、その間ユーザーの入出金は、一時停止されるということですので、もしバイナンス、僕もバイナンス活用してるんですけれども、バイナンスの、パスワード、ログインパスワードと2段階認証は変更しておいた方が、いいかもしれませんね。ただ入出金は行われないんですけれども、こちらの、自分自身 のセキュリティの方は、ID とパスワード、 ID じゃなくてパスワードと2段階認証、変更しておくことをお勧めします。またバイナンスのハッキングの、発表直後から取引所トークンですね、バイナンスコイン BNB は約 10% の急落を見せているということですので、この流れがですね、仮想通貨市場にどのように、影響を与えていくかというのはちょっとまだわからないんですけれども、発表があってから、そこまでの、大きな、ガタつきは見せてないような感じですけど、ただ、他の、ちょっとデータを見てみると、やっぱ全体的に急、下落していますね。アルトコインも含めてビットコイン、下落していますので、ちょっとこの影響は、多かれ少なかれ、あると思いますので、ちょっと、注視していきたいと思います。なお予定されていたバイナンスの、CEO である、チャオ・ジャンボンさんと AMA セッション
があるんですけれども、その予定通り、リディット上で、行われる予定ということで、まあ、本日の、ね、ハッキングに関するスピーチ内容が、ね、話される可能性が高まっているということですのでね、まあ、ちょっと気になる方、ぜひこのあたり情報を、ぜひチェックしていてください。まあ、世界一の、ね、取引所ということですので、まあ、影響は確実に出てくるのかなとは思うんですけれども、まあ、その分ですね、その今後バイナンスがこのセキュリティに、ね、まあ、取り組んでいくというところに期待したいところなんですけれどもね、まあ、銀行強盗と例えると、まあ、ちょっと形が全然違うんですけれども、やはり銀行もね、まだまだ、昔の時代はやっぱセキュリティ上でねすごく、大変だった時期があると思うんですけれども、仮想通貨の取引所もね、まあ、いろいろな、ことが起きると思うんですけれどもね、その部分をねやはり、こうセキュリティを高めていくと、そしてどんどんその取引所の、ね、信用度を、ね、高めていく、そして仮想通貨暗号資産自体の、信用度を、ね、こう高めていったりいただきたいというところは一、個人投資家として、ね、やっぱり思うところですので、ただやっぱ資産を、ね、守るのはやっぱ自分自身ですので、ここはですね、そのバイナンスが悪いとかいうことではなくて、やはり自分の資産は、ね、自分で守っていきましょう。ですので、自分自身 のコールドウォレットを、ね、持って、そこで資産を、ね、管理するということは多分必須となってくると思いますのでね、まあ、ぜひそのあたりもぜひインターネットを調べればですね、本当にたくさんの情報出てきますので、ぜひそういったものを活用していってください。さあ、今日はちょっと朝から速報という形でお届けしましたけれども、バイナンスを活用している方、ぜひこのニュース、少しね、注視して、おいてください。はい、それでは最後まで動画をご覧いただきありがとうございました。